ちょ、7時半からって自分がつぶやいたの忘れとった。やっほー。違う、早くつぶやいたの忘れとった。普通に、いや今日早く帰ってきたから早くやろうって思って、そう、明日もちょっと早いから普通に、あ、もうやばい40分じゃんってなって、あってなって感じでした。今日はそう、シナモンロールカフェに行ったんですよ、メンバーたちと、メンバーたちと。そう、シナモンのカフェにコラボ今してさせていただいてるので、そう、ショウコとリサとハナとノンノとイオリとマイカと私の7人で今日はカフェ行ってきた。っていう感じです。みんなで行った、大人数で行ってきたよ。そう、半数以上、そう、7人いたから半数以上です。そう、もうね、開店前からちょっとだけ行って、そう、でも全然あのファンの方とはお会いしてなくて、そう、なんか、そう、だから全然、そう、行ってたら会ってたかなっていう感じではないと思う。そう、いやでもね、開店してからもちょっといたんだけど、なんかね、なんかちょっと違う席にいたから、匂わせてない、今回は。そう、なんかね、めっちゃね、そう、今日も自由に食べてたの。イコラボあるあるなんだけど、コラボカフェに行かせてもらったらもう好き放題食べるっていう、食べと、なんか全然何でも頼んでいいですよって言われたらもうね、頼みまくってたよ。まあ、頼みまくって、あ、でも今日は結構少ない方だったな、今日は少ない方だったけど、普通にコラボメニューとっていう感じで、そんな感じ。そう、遠慮はしない。そう、もうね、スタッフさんがね、この子たちにそれを言うとやばいですよって言ってた。そしたらもう全然どうぞどうぞって、サンリオさんが、インスタにね、でもいっぱいのさ、写真載せたの。そう、から手加減っていう言葉はちょっと知らなくて、でもね、もうね、並んでたよ、すごい、本当に開店前からだから並んでたりして、お客さん並んでるし、そう、私たちがちょうど出る頃もお客さん何人か並んでたりした。から本当にすごい、結構人が、平日の朝ですよ、昼か、昼前とか昼とかめっちゃ並んでたから、すごいと思って、人気ですよ、大人気。閉店後にも並んでんの？そんなことある？ね、でも本当になんか人気なんですよ。そう、めっちゃ可愛いよ。そんなの。
人気だよ本当に。人気キャラとコラボさせていただけてありがたいです。グラダスクエカちゃんめっちゃ飲むよ。なんかね普通になんかコンサートの日とかもなんかライブとかになってもスタッフさんが絶対カラダスクエカちゃんめっちゃ買ってきてくださるから、それで持って帰ったりもするし自分でも結構買うんですよね。カラダスクエカちゃんなんか買っちゃう。そう今日はとりあえずなんか結構早くお家帰ってきてたから早くやろうって思って早くやって、そう今日はちょっとゆっくりお風呂に入ってちょっとマッサージとかしようって思って、だから早くショールームするの。本当はねもっと早くやっちゃおうって思ってたんだけど、さすがに早すぎてなんか自分勝手すぎるかなって思って7時半からって言ったけど7時40分とかから始めちゃった。そう早くメイクが落としたくて、それにはショールームをしなきゃメイク落としたくなかったから、そうって感じ。今日は三つ編みにしたの、珍しく三つ編みにしました。なんか二つ結びにしようって思って、そうでもなんか二つ結びだと昨日も二つ結びだったから何にしようって思ったら三つ編みにしました。なんかシナモンくんがこうだからそういうのにしたかった。似合うだってありがとう夏みかんさん。前髪みずほみずほさん嬉しい。そうなんか最近ね前髪がすごい整うんだよね。明日もこれ整ってくれるといいなって感じなんですけど、最近なんか綺麗前髪。私に見てほしい本買ったらしいよ。送るねってマルキンさん。じゃあ楽しみにしてるね。ありがとう。昨日もよなんかここ3日連続前髪の調子がすごいいいんですよ。その話をねずっとショールームでしてる気がするな。前髪の調子が良いって感じです。そう全然動きません。イエイ。スプレー振ってるよ。もう朝からもう固めてますもん。アイロンした後もう普通にすぐ固めちゃうから、すぐ固めてる。シュッてこうやってでやってます。これ珍しい。ここもちょっと巻いてる。ここはストレートアイロンで巻いた。ウェーブしただけ。前髪固めたら櫛はね通さないかな。でもケープするのはもうここの3分の1ぐらい、ここぐらいしかしない。このあいここだからここはしてないケープ。だからここはね別に何もパリパリじゃないです。この上だけ固まってます。お洋服アンクルーズです。正解だと思う。確かリボンが取れている。そうヘアアレンジ好きなの。ヘアアレンジするのがこの前ヘアさんにおしゃれさんに入れてくださいって言ったそしたら採用しますって言われた遊びで寝ないで寝ないで耳開けとるよ。ピアスです。違うんですよ。最近コンサートとかでなんか衣装がなんか全部ピアスなんですよ私。
だから最近ピアスがなんか閉じてたんですけど、ちょっとちゃんと開けないと、そうステージで支障が出るなって思ったから、最近はちゃんとつけて耳を開けるようにしてます。そう、今日もリボンのピアスちゃんにしました。かっちゃんもピアスしてる？イエーイ。もうね、今ね、でもショールーム上ではなんか普通かもしれないけど、もうね、生で見たらメイクが崩れまくっててやばいですって感じ。なんちゃらおじさん、生誕祭の100周年ありがとう、追加してくれてありがとうございます。500追加したってレグルスさんもありがとうございます、ありがとう。そう、今やってる11月24が生誕祭です。そう、4分後だっけな、確か。そうって書いてあったから、大阪行くよ10月にも、善悪も行くし小悪も行く。そう、コラボの握手会のやり方、個別握手会だとフォーチュンミュージックにまず登録しないといけないからな。4分ありなんて、確かそうじゃないっけ。そう、11月24日が東京で4分の後に生誕、そうなので、やっぱ11月24はどっちも4部と5部かな、来てほしいなーって思うし、そう、どういう案のことしようかなーって感じ、どういう格好をしようかなーって思ってます。京都行きますってありがとうございます。今でも間に合う、明日のお昼の12時までかな、19日、今18日19日か、うん。そう、せいちゃん待ってるよ。24追加したよって、りょうへいさんありがとうございます。そうなんですよ、30日が誕生日なんですけど、その6日前、まあ約1週間前なんですけどね。個別の服ほんとどんなのがいいんだろう、何がいいかなって考えてる。なんか毎回毎部変えるので、そうだから、今回小悪が何回あるんやろうな。東京16が2部、24が2部、12月14日も2部、京都が1個、神奈川も1個、愛知1個、まあ10個ぐらい、まあ10回ぐらい多分握手が10部ぐらいあるんですけな、ですかね、ちょっと分かんないんですけど。そうなので、10個のいろんな案を見てもらえるように頑張る。そう、服をね買うのは、そう、全部自分たちなので、小悪の服は。てかね、めっちゃねファンの方がねなんか作ってくれてた写真があるのね、なんだっけ、小悪の受付やってますみたいな。でなんか昔まではちょっと前まではその全部保存して自分のツイッターにね加工と加工っていうかとコラージュして、こうファンの方が作ってくれてた画像を載せてたんですけど、でもなんかそれを例えば毎回やってて、もし一人の方とかを載せ忘れちゃったり気づけなかったりとかもあったりするかなっていうのがちょっと最近は怖かった、怖くなっちゃって、だから
途中からはそのファンの方のやつは見させてもらって、自分の中での保存はしてツイッターには載せないようにしてたんですね。でもなんか一個とあるなんかもしこれすごいなって思って、加工うまって思ったのを見つけたので、今日はそれだけ紹介しようと思います。これこのやつなんか加工うますぎて、どこのチラシやねんっていう、なんか私の多分ドキュメンタリーのねなんかやつを後ろに使ってくれてて、私が見上げてる写真をなんか載せてくれてるんだけど、なんかこの何このここの白い、あここのなんか白い感がめっちゃなんかポスターみたいやんと思って、すごいなって思ってちょっと今日紹介しちゃいました。そうでもみんなが作ってくれてるのはもちろん見てるし、そうだからありがとうございます皆さん、いつもゆべさんありがとうございますね。総選挙みたいですごいですよね本当に。みんなを支えるリーダーを今度はみんなが支えよう、なんて優しいみんななの、めっちゃ優しいやんけ。そんなこと言ってくれるんですか、本当にもうね嬉しいですよ。そうでもすごい私のファンの方はなんか大丈夫って言ってくれたり、めっちゃなんかショールーム上では結構いじってきたり、まあ、お互いいじってたりすごい、なんだろうな、言ってお互いも言ってそういう仲になったけど、すごい怖くとかになったり1対1になるとすごい気持ちを伝えてくれたり、なんかアンナがいてくれてとかいっぱい言ってくれるからすごい嬉しいマジで。なんか怖くはやっぱゆっくり話せるっていうのもあるし、みんなが思いを伝えてくれてるなってのをすごい感じるから、なんか私もあんまり気持ちを言葉にするのがうまくはないですけど、でもやっぱ何少しでも伝えたいなってすごい思います。怖くはそう、でもファンの方結構緊張してるファンの方もいて、でも本当にそういつも言ってるんですけど、ショールームのこの感じなのでなんかもう全然ね緊張しなくて大丈夫っていうか、イコラブのメンバー誰にでも緊張しなくて全然大丈夫です。そうだから初めましての方も全然大歓迎だし、そうじゃあとか初期とか言ってたけどちょっと最近言ってないなってなって、覚えてるかなとか、あんちゃん久々に行ったらどこに行ってたのって怒られるかなって思ったりした方でも待ってるので来てください。お待ちしております。はい、でも最近はね全然握手会がないからな。ムームー待ってるよ。私レベルで緊張してちゃまだみんなダメだな、あかんあかんダメですよ。普通に来てください。でも私は握手会をなんだろうすごい毎回ねすごい好きなんだよね。まあなんだろう立ってるのしんどくないとか言われるけど、まあ、1時間半を多い時多くても2部とかしかやってないからっていうのもあるかもしれんけど、全然なんか辛いとか一回もさすがに思ったことないし、毎回楽しいし、そうだから全然なんか握手大変でしょって言われるけど全然って感じです。全然って感じ、別に本当に全然って感じなんですけど逆にずっと立ってる方が私しんどいんですよ。だからなんか動いてるなんか握手で結構ヤッホーって言って最後こうやって動いて最後バイバイって私はやる方式なんですけど、なんかそっちの方が楽なんですよ。
言ったら多分今思ったって今思った話なんですけど、なんかね善悪とかの方が結構ね足が疲れちゃうの。なんかそれって多分移動してなくてずーっと棒立ちのまま握手してるから。でも怖くだったら自分の中で結構スライドしてその時に足を動かしてるから多分足が疲れないんですよ。そうだけなんか善悪の方が正直足は疲れてるの。めっちゃ善悪の方が大変かもしれない、怖くの方がなんかね大丈夫。あだから多分動いてるからだなって今めっちゃ思ったから、やっぱ動いといてよかったなって。そうそう、なんかそう昔までは段からそう落ちそうで怖かったってコメントにもあるんですけど、その握手の机がこんだけあって移動できる幅はこんだけあるけど私の足の台にはこんぐらいしか台がないんですよ。だからこの間しか移動できないんですよ。でもよくここに落ちてったんです。落ちてて私が。そうでもなんかもうスタッフさんにその台はなくしてもらってるからもう今は大丈夫です。いやあれ椅子もあるんですよ、握手会は全員椅子あるんですけど、まあ本当に体調悪い時とかは座ったり、あとは まとめ出しでめっちゃ多いまとめをしてくださっても何分間も2人で喋りますよってなったらすごい優しいから、ファンの方がもう座って喋ろうよって言ってすごいファンの方が座らせてくれるっていう場合とかもあるんですけど、基本あんまりエコラブは座って握手はあんましないですね。座って握手は多分したことはないかなって感じです。むしろマスクして握手はしたことあります。確かなんか結構怖くね、毎回毎シングルごとに何かしらなんかやらかしてるっていうか、やらかしてるっていうかね、なんかアレルギー発症したり泣いたりいろいろしてる、声が出なかったりいろいろありますね。いろいろ、そういえばサードフォースフィフスぐらいでちょっとなんかねいろいろありました。筆談してましたね。そうね、私はなんか多分ハウスダストとかなんだろう、花粉もすごい強く結構あって、でなんか空気が結構あれだとすぐアレルギーが出ちゃうみたいで、まあそれはこの前分かった、握手会でアレルギーが出て、でなんでだろうねってなって検査しようってなってアレルギー検査をしたらそうなってしまって、そうだったらしいんですよ。そうだからまたこれから握手会あるか不安なんですけど、でもなんか握手の前にちゃんとアレルギーのなんか普通薬局とかで売ってるお薬とかをちゃんと飲んでから挑めば、まあ、きっと大丈夫だと思うから。そう幕張とかは逆に床がタイルだから大丈夫なんですよ。多分私的に床がなんだろう、カーペットとかの会場の方がちょっと危険かなって思います。金粉常に出てるんですか。ちょっと今度金粉じゃあくださいね。そういつも並んでるとこにメッセージ貼ってるんですけど、たまに貼り忘れてるけど。かなでちゃんありがとう。そうでもそう原因が分かってよかった。そうルンバ走らせとこうかな。そうなんかハウスダストかな、なんか分かんないんですけど、そうでもなんか検査結果面白かった。なんかね虫みたいなのがね、なんか木のマークとかそういうホコリとかだったらなんかちょっと虫みたいなマークがあって、それがなんか多い方スタンプみたいになって多い方がなんか強いですよみたいな。でも花粉とかもう超超えてたんですよ、なんかそれを超えるみたいな。だから結構花粉とかいろいろそういうアレルギー、食べ物は大丈夫なんですけど、そういう空気とかになんか感じちゃうらしい。こういう話してたら
なんかゾワゾワしてきた、なんか鳥肌立ってきた、こういうなんか虫とか言ってたらやばい、めっちゃ鳥肌なんだけど、え、めっちゃ鳥肌そうだからめっちゃ反応してきた、もうやめようこの話、え、めっちゃ鳥肌、そうなんかアレルギー体質だったらしい。花粉はもともと分かってたんですけどね。そうそう、モカはね全然なったことない。そうだから、なんでトリトリ言うねんみんな、やめてくれやめてくれそうやけん、とりあえずまあ私も気をつける、そうけどね大丈夫です。くしゃみ映った、そうアレルギーがね発症しちゃって、そうでもなんか東京の水がなんか私なんか合わないのかなってすごい思うんだよね。そうなんか私が鳥肌って言ったからか、そういう鳥肌じゃない、やだいや私インコとかもひよこも無理なんで、なんかいや水道水は飲んでは絶対飲んだことないんですけど、なんか普通にねその肌の調子とかが広島の時となんか少し違う気がして、でなんかそれをメイクさんとかに相談してたら、多分水も影響してると思って、まあ気持ちとかそういう環境の変化とかももちろんある、でまあ食べ物とかもやっぱすごい変わっちゃったしっていうのもあると思うけど、なんか水ももしかしたら関係してるかもねって言われて、そうなんかもうお風呂とか絶対もう顔浴びちゃうじゃないですか、お水を、で朝顔洗うとか普通に洗顔とかも何でも普通にお水使うから、そうなんか結構そういう肌も結構敏感やから、そう悲しい、そうそう海外とかはもっと髪、そう水で髪が今日はちょっとダメだとかってもなるし、そうないですね、そう皮膚も体内もって感じですね。普通に元気は元気なんですけどね、そう海外はね、まあ、水道水は絶対に飲んじゃいけませんって言われるからお水飲むけど、でもどうしてもねお水を使わないわけにはいかないから、って感じ。水アレルギーとかもあるの？そうだから日本はねやっぱすごいですよね、だってワンちゃん水道水飲めるじゃないですか、別にそんな害ないと思うし、まあ、正直飲まないけどね、飲まないけど、海外の水も一回沸騰とかさせたら飲めるのかな、わかんないけど、俺インコやけどってウケる待ってます、ね、あでも広島の時は水道水別に多分飲めてたのかな、ウォーターサーバーいいよね、そうだから世界中で日本だけってすごい、本当に広島の時は全然大丈夫だった。食べ物でアレルギーは多分出たことない、なんか検査はしてないんですけど出たことなくて、その握手の日も
別にこんにゃく畑しか食べてなくて、でも別にその後もこんにゃく畑食べてるし、こんにゃく畑小さい頃からもずっと食べてるから、まあ、絶対違うから、そう、握手の前でもこんにゃく畑しか食べてなくて、だから絶対アレルギーじゃないから。お水めっちゃ買いますよ、めっちゃ買うね。ウォーターサーバー欲しいですよね、めっちゃ便利だと思う。サーバー確かにいい、いいね。なんかね、レッスン場にねあったんですけどね、どっか行った、行方が分からなくなりました。コンティネちゃんすごい、すごいね、ウォーターサーバーあるっていや最近ウォーターサーバーあるお家多いのかもしれないね、やっぱ。確かにウォーターサーバーあったらマジで便利だと思うわ、いいね。でもめっちゃ買っちゃう、お水と体すくやかちゃとそう、レッスン場にめっちゃあってめっちゃ便利だったんですよ。しかもめっちゃ冷たいし、そう、やっぱペットボトルだとさ、その何時間後かにぬるくなっちゃってるけど、ウォーターサーバーだとね、だからめっちゃ良かったんですけど、どっか行きました本当に。こまちゃんは戻ってきてほしいな。ウォーターサーバーってよくなんちゃら、なんかを買ったらついてきますとかありそう、なんかね、そう、 au ショップとかなんかありそうね。お湯も出るから便利、本当にそうなんだよね、マジで。それそこ大事。撥水プレス、あ、そう、もう出たんだっけ、見た？結構ね、渾身の写真を投稿したんですよ、撥水プレス、ハッスルプレス見ましたか皆さん、イコールフォト見た、どうだった？結構ね、みんなのね裏側とかね、可愛いドアップショットとかね、とあるね伊藤さんとかねとある伊藤さん、もう伊藤さんじゃんとかをね載せたの。どうだった？のんのの耳かき最高だったってでしょ？結構頑張って集めて、そう、かき集めたんです。そう、なんか伊藤さんはもうちょっと、なんかもうちょっと伊藤さんはっきり写ってたんですけど、わざとちょっとだけぼかしといた、ちょっと、ほんのちょっとぼかした。ちゃんと見とってくださいね。投票するね、ありがとう。いつからか投票があるらしいから、ぜひ投票してね、後で見ますって見てください。差し入れに群がってるのは多分半分のイミちゃんで、半分イコラブぐらいかな。です、さすが土井さん、伊藤さんに、って、伊藤さんメンバーと遊びに行ったりしまくりますねオフがあったりどっか行こうってなるの基本メンバーしたよ、私たち。今はハッスルプレスのお話してます。伊藤さんのワンショット持ってますよ、持ちのロンですよ。伊藤さんの生写真欲しいですか、言っときましょうか差し入れ、そう、お持ち帰りしますよ、もちろん、もう撮りたい放題、超もうねずらーってあるのをね、バイキングかのようにね撮る。そう、伊藤さんもなんか余ってたりして、
そう、伊藤さん待ってますよって言ったら、う、嬉しいって言って持って帰る時もあるよ。いらんすぎるなんて言わんとってあげてん。ウェディング伊藤さん。みんな伊藤さんのこと好きやん、ほんま。まあ、でも本当に伊藤さんはメンバー思いですから、本当に本当に。だってでも最初はねめっちゃ怖かったの。でも怒られるとかそういう怖いとかじゃないんですよ。怒られてないんですよ全く。まずなんかオーディションの時からで、なんか審査結果発表が全部伊藤さんだったんですよ。今だから言える話ですよ。でもめっちゃ怖かったんですよ。多分誰に聞いてもそうやって言うと思いますよ。だってさ、もうあのさ、そのドキュメンタリーになってるのも怖いじゃないですか。なんかちょっとそれでは発表しますみたいな感じやから、めっちゃ怖いって、もう怖い人やって思っとって。そうね、まあ普通に発表されて、まあ、合格ってなって、その後面談があって、でも全然優しいんですよ。そうで普通にイコラブ入ってからどんどんレッスンとかして合宿してとかやっていくうちも全然優しいんですよ。だからで本当にもう今日までも全然本当に全然怒られないし怒られないっていうか、本当になんか一番にマジでメンバーを伊藤さん本当に思ってくださるから、そうなんか味方してくださるし、めっちゃそう本当にいい方。そうだから周りに本当に恵まれてるなってすごい思うけど、思うんですよ。でもやっぱちょっと一番最初だけは怖かったですね。そうでも今はこうやってそのね、ハスープレスさんのイコールフォトに載せれちゃうぐらいちょっといじるようになってしまって、さあ大変申し訳ございません。そうですよ、偉い方ですよ。偉いっていうか、まあそうね、運営の偉い方です。しかもまあ伊藤くんって言われたりもしてますしね。まあやっぱあれなんですけど、でももちろん尊敬っていうか、そうだよ、ちゃんとしてるから私たちも。その上でちょっといじったりしてるけど、そうだから皆さんもね、ちゃんと伊藤さんは偉い方っていうのはちゃんと頭のどこかに入れておいてください。本当にそう、指原さんはまあプロデューサーさんでって感じ。伊藤さん弱音の方だったりする。まあいろいろあるんですよ。そうですよ、伊藤さんを見かけてもまあ皆さん、あ、伊藤さんだって遠くから思ってそっとしておいてくださいね。プロデューサーさんっていうのがね、やっぱりこうあってのだからね、私たちやっぱり指原さんっていうのがありますよ。じゃあウィンクしときます。やばいやろ。急に父さんウィンクされても困るやろ。この前伊藤さんがピーに尻叩かれたの。はい。何が言いたいの。基本ね、現場にはいらっしゃいますからね。でもファンの方、スタッフさんのことめっちゃ見るもんね。すごい言ってくる。今日はあのマネージャーさんいないねとか、今日のマネージャーさん可愛いねとか言ってくるよね、ほんと。なんか今日のマネージャーさんとかじゃなくて、イコラブのスタッフさんじゃなくても、握手の時とかも、今日の受付の人可愛いんだよねみたいな。ほんとに困ったもんだ。小学生男子どもがいっぱいいるんだよな、ここには。な、ほんとにもう、お子ちゃまめ。本
当にもう草ばっかり生やしてから。スタッフさんに興味ないって言ってる人ほど興味あるんだよ。ほんと男子ってやね、女子ほんとねえ、みんなねえ女子もっと言うたれってええやーねーって男子がやーねー言うとるわ。そうよそうよーって嫌になっちゃうわーって、こっちのセリフよ今度発売される CD の握手会行くからねって、ありがとうございます。なんて読むの、漢字が読めない。もうほんと男子ったら、小学生男子がたくさんいること、小中学生男子って呼ぶから、みんなのことこれから。そうだよ、さらつんね、大学卒業おめでとう。本当にめっちゃ可愛かった、本当におめでたい、よかったよ本当にね。いろいろあったけど、さなもさなで乗り越えたと思うし、そう乗り越えたよね、さなも。サナもめっちゃね辛かったと思うけど、でもやっぱかっこいいよね、なんかアイドルやりながらちゃんと大学卒業しましたっていうのはやっぱかっこいいなって思うし、なんかツンは本当にまあ私たちも仕事でいっぱいいっぱいな時もあったけど、そのプラスでやっぱ学校があるっていうのはまた大変なことだと思うし、でまあイコラブの活動もね少しお休みする時もあったんですけど、なんかでも基本はほとんどは出てくれてたし、こっちの仕事にも。でなんだろう、そのテスト前とかになると、そう結構ね友達と電話とかして、そうこの後友達と勉強するって言ってたり、その仕事のその楽屋とかで、そう友達となんか電話、そう電話とかして、なんか課題の話とか、今日学校行けなかったからとかって言って友達からいろいろ電話で聞いてるのとかも見てたし、ですごい全然今日寝れなかったって言ってたり、で今日もあと少しだから今日もほぼ寝ずに頑張るって言ってたりするのをすごいずっと見てたから、メンバーはそばで、だからすごいお疲れ様って思うし、本当にね頭いいだいね、頭いいですよねそうだからツンはポンコツって言われたり結構いじられたりするけど、でもツンは実はツンはすごいんです。だから本当におめでとうって思います。お疲れ様って、可愛かった本当に。おめでとうつん、よかった無事に卒業できてよかった。ノーアルタカは爪を隠すだよね、それな、わかんないけどよく頑張ったって、そうそう本当にポンコツだったらそうね、こんな卒業とかできてないからまあそりゃ確かに今ちょっと抜けてたりする部分もねあるのかもしれないけど、でもそうツンの良さだよね。そう次は私が勉強する番だ、頑張るぞはい、振り袖選んできたって、ゆいにゃも キャータン、そうね高校生に次なります。ナタンとし、まあ、ショウコが高校生で、あとがで、まあ、キアラが中学生、高校生2人、それ以外はアイドル
結構イコラブ、あの専業アイドルで頑張っております。はい、専業アイドル頑張ります。アイドル一本頑張りますね。学生組もう3人しかいなくなる、3人だから。キョルマイドルって笑い方はそんな変？変じゃないが、可愛いって言ってくれてるのに。トシヤさん、好き。私小学校3年生ぐらいまではね勉強できてたんですけどね、チャレンジ1年生ってやってたんですけどね、いつの間にか。おかしいな。でも結構まあ小学生の頃からこういう世界っていうか少しずつやってきたから、なんかずっとその延長線って感じで来てます。でも本当にアイドル一本になる日が来るって思ってなかったかも。コラショの目覚まし時計持ってた、持ってた。8時だよ、起きて、おはよう、今日も一日頑張ろうって言われてた気がする。私何歳からアイドルやってるんだろう、わかんない。いやセリフはわからん、適当。明日シナモロールカフェ行ってきます。にゃんさん、いってらっしゃい。生まれながらのアイドルって言いたいな。メイク自分で始めたのはいつだろうね。自分でメイクしだしたのは中学校3年生とかかな、高校1年生、わかんない。自分でやり始めたのはいつなんだろう、いつからだろう、中学生ぐらいかな。でもやっぱり小学校3年生からその歌とダンスのスクールに通い始めてから、少しずつまあそういう、まあそういう例えば少しだけだけど広告系のモデルをやったりとか、そういうのをやってたのは小学校3年生から、小3からすぐはやってないのかな。まあでも小学生とかだから、そう。でもまあ広島でアイドルっていう活動 CD を出したりっていう活動を始めたのは中学校1年生かな。芸能って考えるとどうなんだろうね、小学生なのかな。でも別にそんなやってなかったからな、普通に分かんないです。産声がファーストソロなんですね。ね、なんかこんなにずっと続けてきたから、ね、そうだから別に芸歴とかはない。そうでも TIFF はね6回出てるんだよね、結構出てるんだよね。夢ってあります？夢？グループとしてはもちろんね、今はもっと大きいステージに立ちたいって言ってるかな。やっぱアイドルといえばっていうね、いろいろあると思うし、そういう武道館だったり、そういう風に少しずつステップアップしていきたいねっていう話はもちろんしてますし、個人は最近は始球式カープが好きなので、カープ女子なので始球式をやりたいとは言ってますね。
大分、そうライブあります。うん、まあ東京ドームとかもちろんありますけど、うん、でもそうね、東京ドームもちろん立ちたいですけど、なんかまだ、うん、現実味がまだない、さすがに。でも夢は大きくっていうのはあります。ねえ、乃木坂さんの神宮とラグビー場だっけ、あってもう一個すごいですよね。ファイトってコンティネちゃんも、伊藤コンさんもありがとうございます。ね、頑張ります。富士急、あ、欅さん富士急でやられたんだっけ。秩父行ったって、すごい。共和国、欅さんの、そっか、年末の予定はねまだ分かんないですね。あんちゃんの部屋に5000人入る、うん、余裕かな。新国立競技場。うーん、まあまずはって言っていいのかわかんないけど、そうですね、武道館とか。ハロウィンの予定何なんでしょうか。私たちハロウィン何かあるっけ。10月31日は何かあるのかな。さてでもね、全然予定わかんないんですよね、先の。でもた待って、リリースの次の日じゃんね。何かしらありそうですよね。でもね、やるならどこでも行くって。ね、これからイベントどうなんだろう、わかんないです。私たちも知らないからね。そう、どこかのグループと同じステージに立ちたいと思いますか。うーん、でも結構イコラブはやっぱ48さんだったり、もちろんあとは46さん、ハロプロさんとか、やっぱり好きなメンバーがすごく多いし、そうだったり、まあもちろんアニメ系のグループさんだったり、声優さんのグループさんとかが好きなメンバーも多いから、やっぱそういうところ、自分が好きな方が立ってるステージに立ってるとやっぱみんな嬉しいって思うと思う。そう、6枚目のね、披露がどこなんだろう、私もわかんないんですよね。ですかね。来月やないって、まあ来月は来月かもしれないね。9月中って言ってもイベントそんなないですもんね。ちょっとわかんないんですよ、私もいつなのか。そうですね、歌番組とかもね、出られるようになれるといいなって
ますね。真夏の全国ツアーみたいにね。確かに。津ひろの場所は私もわからないのでお楽しみにね。 M ステ時間変わっちゃったよね。ね、そう、あとはラグーナと大分とプログラミング等とそんな感じかな。行ってみたい地方、なんか全部の地方行ってみたいな。不定期公演希望？本当？本当？とか言って。私のことを何歳だと思ってんだポンポンは。握手ってどのくらい話せるんですかって。しげさん、琥珀は何秒？7秒ぐらい1枚。違うかな、わかんない、勝手な体感です。そう、待ってます。定期公演はちょっとわかりませんので。不定期公演楽しいらしいよ。まあね、近いですよね定期公演はね。ファンの方との距離が本当に近いから、なんかホーム感がマジである。世界で一番ホーム感のある会場だと思うわ。16秒？1枚で16秒？そんなことある？そんなことありますかね。そんな話せるの頭真っ白になりそう。大丈夫だよ全然、あっという間だよ。結構あっという間。話すこと飛んでも大丈夫。え、そんな長いのって。そんな長いんだって。え、嘘かもしれん、わかんない、ごめん。すごい体感、え、全然違うじゃんとか言われたらどうしよう。え、でもどうですかファンの皆さん。でも7秒ぐらいだよね。10秒弱とかじゃない多分。7秒だねって。まあそんぐらい。まあ確かにスタッフさんによって違う時もある。8秒とか、まあそんぐらいですよ。7秒とか8秒とか一瞬だよきっと。一瞬ってことにしておこう。善悪はね、そうね、善悪はね、正直ね、もうちょっと短いと。私ね、ループとかまとめがね、ちょっと分かんないんですよね。なんか1枚のループ、あ、そういうことか。20枚あったら1枚のループと20枚のまとめ。全然どっちでもいいんだよね。例えば、まあ、もし20枚持ってくださってる方がいたら、じゃあ10枚例えばループして、10回ループして 10まとめだしとかでも全然いいし、なんかそしたら普通に会って、そのなんかでめっちゃ覚えて、最後いっぱいお話しして印象がすごいついて覚えられるから、それとかかな。アンナと花は剥がし泣かせでおなじみ。そう、私と花なの、わかんないです。まあ大丈夫よ。ループメンバーからしたらどうなんて。普通ループって嫌がるんですか。嫌がるっていうか、なん、全然何もわかんない。どっちでもいいです。どっちでもいい、全然あんま考えたことなかった。でもファンの方は、あの、私のファンの方は結構その、何、何、レーンがやばい、人が少ないなって思ったら一生懸命ループしてくれる優しいファンの方しかいないから。私のファンの方本当に優しいから、そうで最後らへんにまとめしてくれたりするよ。
優しいよね本当に。そう連番があるときはそう途切れないそう全然メンバーからさループって忙しいのかなと思って、全然なんとも思ったこと私はないですけど、全然会いに来てくれるだけで嬉しいですよ。そうやっぱ一部と五部はね、やっぱ朝早いと夜遅いでやっぱりちょっと他の部に比べるとね、他の部の方が混んでたりはするかな。最近混んできてループできないって、そうなのかな。でも私もねスタッフさんにねちょっと長いって一回言われたことあるしかもなんか押しちゃってて、それで押してでプラスでなんか生誕とかがあると押せないじゃないですか。でなんか押して、そのでも全員なんか何完売全員しててもうだから枚数は同じはずだから、理由は多分私にしかないわけよ。で私が押して、だから次の部が始まるのも私は押して始まって、ってなるとこの部にかかる、そしたら生誕の子に迷惑がかかる、それはダメだからと思ってちょっと考えなきゃいけなかったって時はあったそう、そうでもできるだけ粘ってはいます。花と私はそういう経験があるらしいです。いつだっけ忘れたけど、まあでも全然大丈夫、特技粘ることだから。名古屋のあんちゃん花ちゃんは笑った、そんなに、え、みんな名古屋って言ってる、私記憶にない。そうだよ、あんな夜の女になっちゃった、怖く、イエーイ、夜のエース、ナウダ作って、愛花ちゃんぜひ、科学の話してたらめっちゃ楽しみになってきたって、イエイ、いや私が悪いよ完璧私が悪いそうそう、鍵閉めしてくれてる時にもう次の部で並んでたもんね、あの時はね。そう、大阪のミニマクシュだって秀丸さん、ミニ握手待ってます。そうね、握手会も言うてまだまだなんかもしれない、小枠は結構まだだけどね。でも嬉しいよ、たくさんの方来てくれて、アンコラマチクは嬉しいです、とっても嬉しいです。ミニ握手はねもう始まってるんだよ。そうだよね、五部ってねあれだよね、そうループしたらそう何回も握手ができる、まとめだとその1回が長いって感じ。そう私の登場はまだですね、ミニ握手まだ私は6枚目はスタートしてないです、すべてって感じで。まあそろそろちょっと終わるんですけど、ショールーム、五部はね、まあ五部じゃない、まとめはね、まあ、結構長くお話しするからね。
感じで、まあ終わります。そろそろ終わります。今日はちょっと早く配信したけど、ありがとうイコール大輝、1時間そう超えてた。今日も配信見てくれてありがとうございました。小悪も皆さんお待ちしてます。明日の12時まで申し込みできるので待ってます。よし、ポキッていった。順位読みます。13位さくらさん、12位コンティヌちゃん、11位晴れて大空さん、10位がサンジョーさん、9位がトイさん、8位がマツケンさん、7位が匠の技を伝承さん、6位がカズジーさん、5位がレグルスさん、4位がナッツみかんさん、3位がマルキンさん、2位がイトコンさん、1位がヌッキーさんです。ありがとうございました。3人ランダム、1人目キソバさん、2人目よいしょ、あ、やべやべよいしょ、 A イコールさん、3人目チャイモンさんです。ありがとうございました。じゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんグー。あ、待って、昨日もグー出して、最近グー出してるって言ったらまたグー出しちゃった。まあいいや、おやすみなさいみんな、バイ、 See you next time、 バイバイ、 バイバイ、 おやすみなさい。あ、ポキッていった。バイバイ。